どっそいやあ、せつなきやすけだよ地球よく夢見てるわ、夢見てる大は、大悟はさあ、次からやっていくよぶりっこな女の子はあんまり好きじゃないタイプのせつなきやすけ。そんなこと言っちゃダメだよね。さあ、本命の主人公が登場だ、とうと、女子会からと言いながら、ようやく男の主人公が登場だ早く、急がないと。<laughs> 何気に質問の疑惑がある主人公だ。 ちょっと出るーどうしたー誰だハハ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 だ、誰だいや、わかるよ。俺にはわかるよ。チェリーちゃんよな。え、どうしたんだよ、チェリーちゃん。頭がブロッコリーみたいになってるぜ <laughs>。ああ、もうチェリーちゃんじゃないな、もう。ブロッコリーちゃんだよ、もうな、俺。私だよ出てきた。<laughs> 西岡すみこみたいに言うんじゃない。 髪ドラマをあげたのはここで何になっちゃったのよどうしようどうしよういややり直してもらったらいいやん <laughs> ちょチェリーさん今秋葉原へ行く際に行くために超急いでるんですよあ祖そうだチェリーさんも霊を倒すために一緒に来てください前回と同じように霊をぶっ倒しましょういやいやこんな頭じゃ私いけないわー <laughs> まあこういうときには役に立たないのね。恥ずかしい恥ずかふいだったら、<laughs> 街中走り回らんかったらええやん。テリーさん、今さらずかしがるう必要なんてあるのか。<laughs> 鋭いツッコミではその通り。くっ、気になるけど俺は、萩原に居座かなくては、写真撮ってインスタグラムにアップするからいうことはしとってもよかったんじゃないの よっしゃ、行くぞ。新宿駅。新宿ってどんな店が並んでるんだろう。行ってみたいな、新宿。秋葉原の時に行ってみたいな、新宿。くっ、やばい、ダメだ。何があ、そうやな、そうやな。<laughs> そりゃ、こんなん持っとったら、ホストがってところがさ、インパクトあるよな。<laughs> これ、動画に撮られてさ、YouTube にアップさえ買えんもんな。この姿は。<laughs> あー再生回数のみなさそうホ送がこんなスレ,ージ,スレージハンマー持ってたら目立ちすぎるだろう下手すっちゃらケースに止められるかも仕方がないへいタクシー <laughs> いやタクシーの運転手さんもえー、ってなると思うけどなそれでもってタクシーの運転手さんもブレーキかけすぎやろ <laughs> 後ろ走り寄ったら車がえってなのよ <laughs> そしてシーンが戻ってきましたわたたち助かるのかなてれが来れば大丈夫きっと助けてくれるわ <laughs> お兄ちゃんが来たらここから出られるよてれってすごいんだねってヘペロ <laughs> そうだよお兄ちゃんはすごくかっこいいんだよ どれくらいかっこいいかというと、松潤と、ヒムタックを足して2で終わった感じ。そうね、テレはたまに見せる笑顔が素敵だったりするわね。<laughs> <laughs> それに、メッセージの返事をまめし、時折積んでやるところもあって、かわいいの。わぁ <laughs> これガチなタイプのやつや。ユリさん、ガチなタイプのやつや。<laughs> もう結婚しちまえよ、お前ら。 ははははは。え <laughs> <laughs>、ゆりさん。<laughs> それに対しては穏やかじゃないな。へえ会ってみたいんじゃ。えぶつぶつぶつ。ゆりさん、あなたのことは許さんの。おーっと、なんか音が聞こえた。これはきたー <laughs> なぜわかったなぜまだいるかもしれないとわかった嗅覚 <laughs> が強いな、お前。<laughs> あの人戻ってきたよえっ、ー、わどんどんいってるもう完全に仲間おること分かっとる感じなんすや,やここ開けようとしてるめ、見つかっちゃうよーいや分かっとんじゃん中におることすでにルナちゃんニーナちゃん二人を守らなきゃここうなったら聞いて二人とも 私があの男をどっこへ連れて行くからあなたたちはどっかに隠れてそしてテレが来るのを待つのよおっとえゆりさーんゆりさんがお踊りになるパターンのやつできるのか二人ともうまく逃げるのよゆりさーんニーナはここにもいないのか どこにいたんだろう行ったんだろいいな。これ大視線や。それ大視線や。んはっっあ、ゆり <laughs> <laughs> さん別に顔は普通のままでいいんじゃないかななあ、ゆりさん <laughs> 顔にもそこ、それにする必要はなかったんじゃないかな俺は。そう思うんやけどな。うわ <laughs> いや、帰ってきた。 ダタス人気だった頃のゆりさん帰ってきた <laughs> <laughs> <noise> あ追いかける側わい,いなって <laughs> 追いかける側わい,いなって <laughs> <笑>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 あこれ手にナイフ持っとったらいいなおやばいやつゃ。もう目をにもう二つ,二つの前のゆりさんや <laughs>

どうしたどうしたどうしたな、なんなんその、この漢文字じ文字に何を感じたお前。あっけぬ。ああそういうことかーそういうことかーもうダメだこの男 <laughs> この男、もう許しよう、こうたも許してもらえないタイプのやつだ何をしているのうわドン引きしすぎて変身が解けちゃったわ。変身言うな <laughs> お前はザーボンか <laughs> こらどうして追いかけてくるのへいす、すみません おす、すみません、ゃん、勝手に入ってしまってえ人間人間はい人間です豚ではありませんへへへへその体形でそれ言われたら逆にしか聞こえないよと、そういう意味じゃないわよあ忍者のマネマネージャーさんでしょうか違うわよ自分は会員番号0002番なんて読むこれ神宮寺 たけるです。名字かっこいいなぁ。無駄に。お前。<laughs> だから違うって。しか、カインパン号2番って。わ <laughs> かっ。え、何この夢を作ったのはあなたじゃないのは、自分の夢ですか ?2 年デビューまで押し上げることです。違うわよ。<laughs> 私を閉じ込めたのはあなたじゃないの めっそうごもございませんそのような体勢でもまらった自分にできるわけがありませんですはいじゃあなんで追いかけてきたのよただ自分はニーナが死んだんだという噂が死んでらなかっただけでして真相は暴こうと黒髪はまられてニーナの行方を知って,てたでてたえ死んだって噂死んだって何 そうだこれを見てくださいなこれほらこのニーナの T シャツはニーナの失踪後もずっと着ているんですよ何何言いたいことがあるんだよやっぱニーナは可愛いよ好き好き大好きやっぱ好きあとを見つけたお星さま星に生まれてきた理由それはお前に出会うため俺と一緒に星で暮らすを言う宇宙で一番愛してる愛してる よいよ、俺、早口で埋めたな。ふふふ。たとえニーナが星に帰っても、自分はために浮気することはありませんので。ど、どうしてそんなものを着ているのに、ニーナ星を T シャツで表現しているのです。さ、さあ。でもそれってあれじゃねえニーナちゃんは幽霊なんいえ、そんなことよりも、ニーナちゃんが死んだってどういうこと 死んだというのはは噂でですす。が、正しくは失踪です戦士不明のアイドルニーナドオーダの間ではちょっとした騒ぎになっておりまして詳しく教えてへへー自分の知識が確かた試されるわけですないいでしょう教えて差し上げましょう早く喋べってニーナが失踪したのは今からちょうど2ヶ月ほど前のことです ドドローーダの間では年を取ららないアイドルとして知られて知れたニーナあそれ幻想です。次回アイドルとして、いえ、大手なことしても、長い年月をこのライブ会場で活動してまいりました。ただ、我らが何枚 CG を買おうでも、デビューまで押し上げることは叶いませんでした。ええ闇夜の星に愛され 火の当たらなかったアイドル、ニーナ。彼女の突然の失踪によって、我らの心からも光は失われてしまったのです。そんな、そんな頃、ここ、秋葉原でニーナを見かけたという情報が舞い込んできたのです。長年、ニーナを追い続けてきた自分は、毎日で休むことなく、ニーナを探し続けておりました。そして今日、高生時でようやく再会することができたのです。 はぁ、あ。えまぁ、あ、再会したのはいいけどさ。だったらなんでルナちゃんとユリさんのことを写真撮ったんだそれは関係ないだろねおいあ、フィビル、カメラかぜフィルム、フィルム捨ててやるからカメラかぜ <laughs> この人、夢と全然関係なかったわ。驚かすんじゃないわよ。でも、この人の言葉、ニーラちゃんは生きてるの死んでるのまさか ニーナちゃんが夢を作ったのだとしたら2人気にさせるのはまずいわルナちゃんえ本当にブリッコだったパターンかもしかしてこれおいおいおい本当にブリッコだったパターンかこれキャラとかじゃなくてキャラとかじゃなくてさいやキャラやけどもうキャラでやってるっていうイメージじゃなくてもう本当に騙そうとしたとかそういう感じじゃないじゃちょっと顔 ちょっと顔、顔顔何が企んでそうな顔ゆりさん、大丈夫かなおいおい、あれだけ喋っていたのに。ニーナちゃん、早くここを離れよ <laughs> う。ん、わかったおい、ちょっと目を隠すんじゃないね。目をそういう暗く隠しちゃダメだね、君。 それはどこで覚えたその、四方。ニーナちゃん、どこが隠れられる場所ってあるかなこの先、ライブステージがあってね。あそこなら隠れると思うよ。へ,へへへへへ。そうなのやっぱり詳しいな。何が目的なんただ目。ねえねえ、ルナちゃん。ルナちゃんって可愛いよね。 な急に何を言い出すの <laughs> 小さくて可愛くて食べたくなっちゃうにゃーそうそうなの <laughs> いやいや,いやルナちゃんその気になっちゃったニーナちゃんもヤーバーが可愛いよ本 <laughs> 当 <laughs> トうんニーナちゃんごめんねはやみにあったときにすごく可愛くて意地悪言いっちゃったの。 全然平気だよ。ふ <laughs> ふルナちゃん、美味しそうじゃんにゃちょっと食べようとしてる。あ、ちょっと食そうとしてるよね。文字通り食そうとしてるよね、君。ねそういう目で見てるよね。そのピンクの目は、そういう感じの目なのかな。ねえ。エは、何か血をそうとしている感じのやつじゃないかな。ね,ねえねえ、ルナちゃん。え ここが夢の世界って言ってたよね。うん。夢って霊じゃないと作れないの理解もあるよ。そもそも私たちは夢って呼んでるけど、これはお母さんがテレビで分かりやすく説明するために夢って名付けたんだよ。そうなのうん。夢っていうのは霊力で作り出される世界のことなの。人が死んだ時に、 霊魂が持っている霊力が世界を作り出すんだよ死者は生前の記憶に沿って世界を作るから現実の場所と似た世界が作られるのだから夢って呼んでるんだけどそれは霊で作られた世界のことを言うんだよそうなんだでも伝承にできてくる生き物は生まれた時から霊力を持っていて生きていても霊の世界を作り出せるんだよ 電車の生き物なぜそこで引っかかるのあ、そうかそうか。あ,あ、人魚はそういうパターンのやつなんだよな。例えば、昔話に出てくる人魚みたいな、妖怪とか化け物って呼ばれる生き物だよ。この世には昔からそういう強い霊力を持った生き物がいるんだよ。そっか。そこまで知ってるんだ。あれま、え、ニーナちゃん まさかそのタイプの人間とかそういうことを言い出すとかそういうんじゃないよねでもお兄ちゃんなんでそんなこと聞くるのうんうんちょっと気になっただけだよペロ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 ちょっと最後最後最後ちょっとちょっと舌舐めてちょっと舐めてまあいいやちょっと影影がもうさ本性を表してきているよ やめろ <laughs> ねえこの弓を作ったのは本当は誰だと思うえっきっと男の人霊じゃないよえっそうなの <laughs> だって足音が聞こえてたでしょロッカーの中で遠ざける足音ルナちゃんも聞いてたよねう,うん でも、礼って足、ないよね。え <laughs> 気づかなかったのか、にゃロナちゃん、頭が弱くて、かわいい、にゃ。リ <laughs> ーナね、そういう女の子、大好きだよ。ペロ。ニニーナちゃんうわあなーにーなーにー なーにぃこの中に、なーにぃいつまで泳がしていくつもりなのなにおぉなんか思いやってある。あ、ライブ会場か。ここか。何をするの読んだここで。着いたよ、ルナちゃん。なんか、ニーナちゃん、様子がおかしい。ニーナちゃん、私。ろ、ロッカーの中に忘れ物しちゃった。どう りに行ってくるねなんかやばい雰囲気をさしたルナちゃん逃げようと試みます <laughs> 無駄だよ <laughs> 後ろはもう壁にかえられちゃったみたいだよ <laughs> なにーえ<っ>うまいこのぶりっコやり口がうまいぞ一体誰が閉じ込めているんだろう不思議だねルナちゃんここで一緒に隠れよう もう他にいける場所はないや。ううん、やめろ、ルナちゃん。お兄ちゃん、早く来て。もう、何がストロビーなんかようわからんかになっている。ついてよ、ルナちゃん。 見てみて、ストロベリースターズのステージ私ね、やっと人気ができたところなんだったんだよ。だったんだよって言っちゃった。でもね、もう終わりなんだ。お終わりって私ね、アイドルになりたくて、このステージでずっと何十年も歌い続けてきたの。な、何十年ってどういう意味年を取らないって。そういうことだったの。 星のになっていうのは嘘の名前なんだよ名前だけじゃない顔も性格も全部嘘嘘綺麗きれいな部分だけ見せて嘘だらけの私だけだ応援してくれる人たちもできたんだよやり直すたびに夢が叶えそうなところまで来くるのにあと一歩どこでどうしても我慢できなくなっちゃう人の群れの中で生きているのにこの血塗られた牙が私の夢を邪魔するんだよき牙って ニーナちゃん、何言ってるのルナちゃん吸血鬼って知ってるえは<っ>じめは自分が何者なのかわからなかったお捨て的に人の血が吸いたくなって我慢できなくなっちゃうのおッセが起きるとルナちゃんみたいな可愛い女の子も血を吸いたくなっちゃうんだよでも血を吸った後は罪悪感が襲ってきて自分のしたことに耐えられなくなるの 殺人だもんねだからその度に私は失踪して少しずつ顔や性格を変えてここに戻ってくるそしてまたアイドルとしてステージに立つんだよ全く別の人間としてはあ,あそして今掃除機が来ちゃったんだそれってルナちゃんという標的を見つけたってことかい この2年間我慢して我慢して夢の中に取りこもったけどストロビースターズの星野凛々はこれで卒業だね今日ルナちゃんに出会えてよかった <laughs> だってこんなに可愛い子のスッチが吸えるんだもん我慢してご褒美にルナちゃんの血を吸わせてくれるよねま待ってなーに このままだと殺されちゃうお兄ちゃんが来るまで時間をかづけなきゃはぁ、あ。マジかよ。確かにおかしいと思っとったわ、ちょっとだけ。あの男、写真撮るだけだったら殺しに来てはないだろうにって思っとったもん。そういうことだったんか。